吉野里純造は、千葉県朝鮮郡一宮町出身で、二所の関部屋所属の元大相撲力士、日本の元プロレスラー。大相撲時代の嗜名は、神、若純造。神若、純三、香薫の里安秀。最高位は、前頭十二枚目。身長百七十四センチメートル、体重八十四キログラム。本名は、長谷川純造。子供の頃から、 スポーツ万能であった。神風正一を頼り二所の関部屋に入門。長谷川の四個名で1944年1月場所、初土俵。その後、四個名を神、若純造、神若純三と改め、1950年1月場所に新入幕を果たす。小柄ながら、下手投げを得意とする技能張り騎士として、頭角を表し、 1952年1月場所には、彦名を香るの里と改め、若野花、琴ヶ浜と共に、二所の三馬ガラスと呼ばれた。前頭十二枚目まで登り詰めるものの、番付運の悪さと部屋の内紛に嫌気が差し、幕内成績39勝51敗の成績を、残し1954年9月場所限りで廃業。9月10日に、二所の席の先輩、力道山を、 大阪府立体育館に尋ね、日本プロレス入門を直訴して認められ、当日にデビュー戦を戦う。日本のプロレス界において、当然一番のスピードデビューである。当初は、プロレスラーのトレーニングは、もちろんのこと、プロボクサーのトレーニングも受けていた。1954年12月22日、倉前国技館で行われた、昭和の岩流島決戦、力道山 VS。 木村雅彦の試合の前座ではプロレスであるにも、かかわらず、対戦相手の石川上りに突如不意打ちのセメントを仕掛け、数十発の張り手を見舞って混沌させた。市川は脳に重い障害が残り1967年末に死去。この突然の暴挙は、当時絶対的に逆らえない存在であった力道山からの命であり、 市川を殺せと食事の度に何度も繰り返し言われていたという。1956年10月23日、大阪府立体育館で行われた全日本ウェイと別選手権に出場、吉原校を破り初代ライトヘビー級王者となった。1961年、ジャイアント馬場、マンモス鈴木と共にアメリカ遠征へ出発。竹の短いタイズ、膝当て、 ゲタバキという入れ立ちで反則攻撃を繰り返すヒールとして活躍。このスタイルはアメリカマットにおける日本人ヒールの伝統となった。力道山の死後、吉村同盟、と世のぼり、遠藤幸吉とともに日本プロレスの経営を担い、1966年1月には3代目の社長に就任、現役引退。後年、 力道山を OB カイアンドプロレスの会長にもなった。また、国際プロレスのテレビ中継、国際プロレスアワーの解説者も担当した。1998年3月11日に脳梗塞で倒れ、1999年1月19日、多臓器不全により死去。71歳だった。大相撲時代のカオルの里、ありがとうございます。